鳥羽中央公園は、三重県鳥羽市大民東町4番8号にある、鳥羽市が所有する運動公園である。指定管理者は、財団法人鳥羽武道振興会。体育館をメインに、野球場、武道館、テニスコートなどからなる。プールを除き、月曜日は、休園する。正式名は、鳥羽市民体育館。鳥羽中央公園全体の管理事務機能を兼ねる。 1973年建築の旧体育館が老朽化したため増改築され2020年に完成した。正式名は、賭場中央公園野球場。軟式野球専用で公式野球には使用できない。賭場市民大運動会の会場となる。正式名は、賭場武道館。船舶振興会の補助により完成した。正式名は、賭場中央公園テニスコート。 スモーバ正式名は、鳥羽中央公園スモーバ水泳プール正式名は、鳥羽中央公園水泳プール。多目的グラウンド正式名は、鳥羽中央公園多目的グラウンド。陸上競技場としても紹介されているが、実際の陸上競技大会は、ほとんどが、三重県営総合競技場で開催される。日本一決定戦 NDA ジャパンカップの会場となる。 ありがとうございます。